ありがとうございます。大変光栄です。インターネットはただの道具なので、使う人の使い方によって良い道具にも悪い道具にもなると思います。良い道具にするための活動をこれからも続けていきたいと。韓国の財団に、から賞をいただいたということで、私たちの活動が韓国でも広く知られるようになったこと、そして日本での、私たちの活動が韓国で知られることになったことが、とても 大切で、이재평화사항을통해서많은분들이외국분들에게헤이스피치를하지말고또국가간의혐오그런언어를사용하지않음으로써그평화로운지구촌을만드는데기여하기를희망합니다.